18世紀の写本、NKS1867-42 に描かれた、トールとミョルニル。A ランド島で出土したミョルニルをかたどったペンダント。ミョルニルは、北欧神話に登場する神トールが持つついである。名称は、このルド語で、粉砕するものを意味し、思う存分に打ち付けても壊れることなく、投げても的を外さず再び手に戻る、自在に、 大きさを変え傾向できるといった性質を持つが、柄がかなり短いという欠点もあった。神話では、ミョルニルは、しばしば真っ赤に焼けているとされ、これを扱うためには、ヤールングレープルという鉄製の手袋が必要だと、される。ミョルニルは、ドワーフの兄弟ブロックと、エイトリがイールバルデの息子たちよりも優れたものを、作り出せるかという、競い合いの際にクリンブルスティ、 ドラウプニルと共に作られ、トールに献上され、彼の所有物となり、多くの巨人を撃ち殺したため、霜の巨人や山の巨人は、ミョルニルが振り上げられる音で、それがわかると言われる。その威力は凄まじく、一撃で死亡しなかった生物は、世界ヘビヨルムンガンドぐらいであり、スカルド氏のトール参加では、巨人のゲールロズがトールに、ミョルニルを持たずに、 自分の屋敷に来るようにと告げたという話が歌われている。ミョルニルは相手を撃つためだけに使われるものではなく、トールの戦車を引く二頭のオスヤギを食べても、骨さえ無事ならミョルニルを震えば生き返らせることができた。また、バルドルの葬儀の際、火葬するための火を浄化するためにも用いられた。スリュムの歌では、スリュムという巨人がミョルニルを盗み、 フレイヤとの交換を要求するが、フレイヤに変装した花嫁姿のトールを性別するために隠していたミョルニルを花嫁の膝に乗せたため、ミョルニルを取り返されて頭を砕かれるという天末が描かれている。トールはローマ神話の雷神ユーピテルと同一視されており、ゲルマン人はユーピテルが司る木曜日をトールの日とした。木曜日は最も神聖な日とされており、 オーディンが司る水曜日よりも格の高い日とされていた。雷鳴の轟きは、トールの乗った戦車が天空を駆け巡る音、雷は、ミョルニルを投げつけた閃光と信じられ、空を支配する最強の神として崇拝されていた。また、雷雨は植物を成長させることから、濃厚の神としても崇められていた。ミョルニルをかたどったレプリカは、 スカンディナビアの広い地域でポピュラーで結婚式をはじめとする彩色で使われる。1925年頃のゴットランドでは新婚家庭において新婚夫婦が子宝に恵まれるようにベッドにこのレプリカが置かれたという。キリスト教の伝来機においても十字架に匹敵するほど人気がありよく身につけられていた。そのためトールは キリスト教におけるイエスキリストのような役割を持つと言える。それ以後も宝石店などで北欧神話に関心を持つ人々のためにアクセサリーとしてミョルニールのレプリカが売られている。これはキリスト教の宣教師が首から下げていた十字架を真似たものと言われる。ミョルニールは男性器を象徴しているとも言われる。 ボルボカーズでは2010年代から LED ヘッドライトにハンマーを横倒しにした衣装、トールハンマーを取り入れている。ありがとうございます。